生のワンマン隊技師だけです。はい、ということでですね、本日休日でございます。僕はね、起きて、まあ今日は買い物とかにしようかなって思ったんですけど、ふととある企画が思いついたので行かせていただきます。ということで本日の企画、ミユの家に入って男の影がないか抜き打ち突撃チェック。はい、ということですね、今ミユの家の前にいます。ちょっとミユね、最近ね、恋愛終わったとか言ってるんですけど、本当は男連れ込んでホイ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 パン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 してるんじゃないかと気になりまして、本日はちょっとね、この企画を急遽持ってまいりました。まあミユさんってね、マジで遊んでないんですよ、男関係。僕が聞く限りではないんですよ。でも僕には嘘言ってるかもしれないし、それが本当かわかんないんで、ちょっととりあえず今回はミユの家に突撃して、まあなんか男の影がないのかとかを検証していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。開いてるかよ。開いてない。ありがとうございます。何？ありがとうございます。怖いんですけど、本日なんですけども、大丈夫ですか？男とかいないですか？ちょっと待ってください。あ、いねえだろ絶対。おい、見えてんの？何？あ、隠した。マジで何？ミユさん、正直僕にね、はい、あんまり最近男とのあれがないとか、うん、キュンキュンがないとか、うん、恋愛終了したとかこちゃんで言ってたじゃないですか、はい、で俺にも言ってるじゃん。言ってるね、全然もうやってねえわみたいな。なんだけど、なんでもそうやってさらけ出されなきゃいけない。いやでもさ、嘘は良くないじゃん。俺にカメラ回ってないところで言ってんじゃん、最近ほんまじでないんだよねみたいな。あ、その男の感じ。そうそうそう、うん、でもそれはね、もう家を見てみてちゃんと見てみないと分かんないよねっていうことで今回来ました。もうだって大丈夫、男の影なかったらもうすぐ帰るわ。お前さ、どうすんの？あったら、いや、あったらあったで、あ、こいつ嘘つきですってもうみんなに。すいません、スリッパ履いてください。え、嘘でしょ？ごめんなさい。マジかよ。うち靴下現金な家なんで。本当に？うん、うち写したことないよね多分。靴下みたいに言うな。じゃあ外写るから。ああ、なるほどね。暗、何この部屋、男の影ないかも。いや、雨だからだよ。結果ありませんでした。あ、これ帰るな。危険な、もう明るい部屋、本当やだ。え、いや、マジでお前、それまずいよ。ちゃんと日差し浴びてないの？おい、空気清浄すな。ちょっとシャワー借りたいな。うわぁ、ストップ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 。え、待って、え、これは何？これは私のベッド。いや、2つあるじゃないですか、枕も。しかも見て、枕3つ目、これいらないよね。あの、説明すると、うん、ここあの、ミサ、あの、うん、編集するときに、まだあの、うん、始めたてだから、うん、うちで結構寝泊まりすること多くて、うん、で、これはもうミサが寝る用のスペースと編集スペースですね。だったらかわいそうだわ、ちょっと。しょうがないじゃん。ちょっと、椅子さ、これさ、俺でもゲーミングチェア用意してあげてなかった。違うよ、違うよ。でもどうせここでやんないでしょ、編集。意外とやんの。やんの。私がリビングにいたりとかするから、ここでやってくれたりする。かわいそうじゃない？ちょっとさすがにかわいそうかな。いや、私もだってそんな編集しないからさ、うん、まあ一切あればいいのかなみたいな。これがブラック企業のあれですね。いや真相です。ちょっと待ってよ。あ、それ店のパジャマだ。お前、かわいそう。いや、かわいそうってあって。かわいそう。最低。ちょっとなんかさ、布団とかちゃんとしなよ、ね、なんかベッドメイキングみたいにした方がいいよ。すいません、もう鬱陶しい、もう早く帰ってほしい。何から行こうかな。ちょっと一旦僕もガチで探す準備、なんか準備みたいにしようかな。じゃあまずトイレ。おい、雑。うわ、でも汚いからいいや。おい、失礼だよ。いや、だってさ、その便座のとことか開けたらさ、おしっここびりついたら男がおしっこしてるみたいな。俺の掃除しましたから。私結構掃除してんだから。マジ？うん、見せてあげれるぐらい綺麗でしょ。めっちゃ綺麗。もう新品みたいだから、トイレも。ほんとだ、うん、そんな興味ないでしょ、トイレ。トイレはね。あ、冷蔵庫。ちょっと本当に
って言われて、俺今指挟んだらちぎれるぐらいの。やめてください。なんか入ってました今。入ってないですけど、入ってないです。汚いから。冷凍庫汚くないじゃん。冷凍庫は汚いもんだよ。いや汚いよ。汚いじゃん。じゃあちょっとこっち見てみていい？ちょっと待って。あ、綺麗だわ。あー、なるほどね。はい、はいはい、ないでしょ。こんなお酒いるかな。いや私ね、最近晩酌にハマってて、うん、一人で晩酌するのに、うん、それでなんかこのモルツがめっちゃ好きなんですよ、うんうん、でこれ美味しいよって、これ美味しいよって DM でいただいて買ってみた。あ、なるほどね。そうそうそう。ないっしょ。ごめんなさいね、なんか面白くなくて。ちょっとまず なんで、え、最後に男が家に来たのいつ？半年以上前かな。嘘つけよ。綺麗でしょ。うん、でまあ本題があるからね。まず男がいたら、うん、こことかに忘れ物入れるなって思うんですよ。あ、これゴミ箱ですよ。ゴミ箱もチェックしとくか。本当にねえ、プライベートがない。いやないよないよ。俺もないもん。はいはいはい、俺には分かっているよ。ここだろ。開けてみたら、おー、キャッシュカード。これは甥っ子のお小遣いあげるのに。あ、何そういうこと。そう、100均で買ったお年玉袋。待って、これラブレター。ミューピエガガちゃんです。ガガちゃん、お前いいやつだな。お前いいやつだな。バンバンザイでサモエドカフェ行ったやつわざわざ入れてる。してないよ。待って、これ検査薬じゃないですか。もうさ、そういうサムネにしたいんでしょ。俺検査薬じゃないですか。これ検査薬じゃないですかね。あ、サムネ本当にね、面白くないよ。いや、面白いね。もう面白くなくてびっくりするよ。コスメです。おお。じゃあちょっと寝室戻ろうかな。ないとかないかな。いや、ガチじゃないんだよ。何が見られたくない。いや、俺の中でね、やっぱりあるの。ベッド周り見られたくないよね。うん、あとベッドに上がってほしくない。いや、だから分かった分かった。ちょ、ここを行くわ。あ、このマットレスならいいよ。オッケーオッケー。あ、いいです。なんか申し訳ないぐらいなんもないよ。なんかごめん。何これ。開かないの。なんか自分すごい気になってるけど、なしたの。そんな気になる。なに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 。あ、おい、なんでいいからいいから。じゃあ分かった、俺だけにして、俺だけにして。分かった見せる。技師だけね。技師だけ見せるから。なんかこれが入ってほしい。待って見せてください。ちょっと待って、ちょっと一回私自分だけさせて。自分だけさせて。分かった。あ、本当に映したくない。分かったって。本当に映せない。あの、あれが入ってました。何？あの、ヘラヘラからいただいたやつが。あ、そう、本当にヘラヘラからいただいた。本当にヘラヘラ姉さんからいただいた。はい、でもそんなとこいただいただけだったらベッドに。いや、なんかあの、なんかあった時用に入れといたらしい。あ、なるほどね。って言ってる。まあちょっと一旦、じゃあカメラをここに伏せまして、ちょっと見ていいですか？映すな。映さない。本当に嫌だよ、映すの。あー、これね、使ってるメーター。使ってないよ。本当に。何よ。そんなさ、隠さなくていいのに。いや、人間誰しも隠しますから。正直何回使ったの？正直マジ 1,2 回1,2 回の匂いしたもん。キモい、洗ってるし。洗うな。熱っ。汗かいたね。熱いね。これ何、この石みたいなやつは。香りのやつ。ああ、なるほどね。うん、熱い。もういいでしょ。え、本当にないじゃん。これ最近着てたやつだもんね、うん。男用の T シャツとかさ、これパジャマに現れると思ってんだよね、俺は。ほんとごめんね。なんか、申し訳ないわ。まあいいよ、あのベッドのものが見れたからさ。もう帰るよ。はい。疲れた。歯ブラシ見ます。見ていいよ。
えー、これちょっと綺麗だね。視力高いわ。毎日ね、拭いてるの、ちゃんと。すごいね、鏡もだって拭いてる感じしない？そう、拭いてる。はい。逆。待って、歯ブラシ3本。もういいよ。何？あ、なんか諦めてきてない？ミユの、ミサの、下磨きをね。本当？本当だよ、ほら見てよ。下専用。もうないだろ。いや、お前持ってんじゃねえか、俺と同じやつ。え、これそうだよ。これ、使ってる。これもらったの？酵素みたいな、すごい匂いだけど、いいやつみたいな。いや、そこは嫌だな。汚いから。え、お前綺麗すぎない？本当？あ、それまたこんなとこにお前大人のおもちゃ入れて、大人のいや見えないだろ美顔器でしかないだろ。美顔器か。え、お前綺麗にしてんね。お前ちょっと察知してたんじゃない俺が来ること。いやいや察知してない、いつもこれですよ。すごいわ。綺麗だよ。え、お前さ、お店みたいでしょ。ありえねえわマジで。あ、下着下着下着めっちゃ映ってるって絶対。ありがとうございます。いやだもう本当ないでしょ。ないね。ないのよ。あとお前さ、下着入れる場所特殊すぎない？え、なんで？あそこに入れる普通なんか薬箱みたいなとこじゃん、こういうの。ないです。うちはでもサムネできたでしょ。なんか全然エロく感じない下着の入れ方だな。もっと小箱とかに入れてさ、レア物感出すかと思ったらさ、もうカバンと化粧水となんかに靴下にボロロロロロロロン。綺麗ですけどね。リボンはついてる？ちなみにリボンついてる。ちょっと 見るわ。あ、もう軽いくらいんか。だからさ、人の下着さ、あさんないでもらっていい？ちょっと本当嫌だ。え、お前さ、かわいいっしょこんなエロい下着。うん、これ映しちゃダメ？ダメだよ。ダメだよ。ダメに決まってる。え、ちょっと待って。こいつやばい。はい、ということで、はい、素晴らしいですね。どうでした？私の男だらけの家は。いや、マジで男いないんだなって本当に心から思えて、うん、ちょっと悲しい気持ちにもなった。うん、やっぱさ、いろんなさ、このあれを見てきて、うん、アイドルとかね。はい、やっぱりそういう人とかって、はい、その地方から東京に来て、はい、東京の楽しさを知って、うん、有名な人と飲んだりとか、はい、で結構関係持ったりとか、まあ、噂は聞くじゃないですか。まあまあまあ、うん、そうですね。でやっぱり俺もなんかそっちの一人だったからさ、うん、東京の刺激を知って、うん、いろんな可愛い子と飲んでみたいな、うん、でもなんか違かったね。え、でもさ、わかんないけど、うん、女の子の家ってさ、あんまり男のもの置いてなくない？てか、そっか、遊びに行くって言っても男の家になるのか。自分家呼ばないでしょ、ミサも編集してたりするだろうし。そうだね。男の家、え、男の家最後に行ったの？スキピーの家も、もう8ヶ月、9ヶ月、行ったか行ってないかって。マジかよお前。じゃあ本当にね、あの思ってるより、うん、本当に孤独を生きてんのよ私って。え、それなんかさ、なんないの？今日ぐらいいいやん誰でもみたいな。なんないなんない。そうなんだ。もう8ヶ月我慢とかしたらもうそうなりそうで、人間的にもうどうでもいいみたいな。え、なんかさ、性欲は確かにあんのよ、うん、別に人並みに、うん、あるけど、それが超爆発する時がないの。だからもう一定に、あ、できたらいいかなみたいな。いえ、小学校の頃の将来の夢程度に思ったの。本当そう。離れたらいいな。うん、そうそうそう、本当そう本当そう。いえ、やっぱそれ男女の違いなのかな。なんじゃない、わかんない。男は比較的にそんな人あんまいない、少ないよね。いないね。私はでも技師としかさ、ね、そういう話しないからさ、うん、他の男の人がわかんない。まあ確かにそっか。けどどうなの？正直。正直？うん。他の周りとかの話とかは。いや、まあやることやってんなとは思うよ。誰でも。いや、ちょっと突撃したいよね。めっちゃ出てるよマジで。マジで。うん。技師ん家行こうよ。そしたら。それは本当に良くない。あ、おかしいじゃん。人ん家は良くて自分ん家だね。違う違う。前言ってたよ。幸せだから俺は。今。幸せのかけらがたくさんあるから。そのかけら全部捨ててやる。全部捨ててやる。そう、幸せのかけらが、ね、マジでそんなことある？枕元に一つしかなかったから、ミユの幸せのかけら。
そうだよ幸せのかけら、しかも本当に消しカス程度ね。どうしよう、なんか本当さ教えてほしいわ。だから私引っ越したいなって思ってる、うん、この家をね、うん、どうこの家は。なんかね、良くも悪くも、うん、やっぱ寝室、うん、男と寝る気がないよね、もうさらさらもうなんかそれだけで物語ってた。あー、まあまあまあ、男を呼ぶつもりないんだろうなっていう。あとそこは確かに改善したいなとは思ってた、うん、本当自分が良ければいいスペースにはなっちゃってるなと思って、うん、やっぱいろんなこの業界の女の子の家とか撮影とかさ、うん、プライベートとかで行くけどさ、うん、やっぱり未だに敷布団なんかマットレスみたいな人いないからさ、やっぱちょっとベッドフレームがだからそのベッドは代打で用意したベッドだから、うん、後々なくなる、うんうんうん、ベッドフレーム一応あんのよ、私のベッド、うん、ローねハイがいいのかな。てか結局台座であるっていうことは、まあ、今は現段階ローだからずっともうオーローじゃんあれ、ね、アウトローじゃんあれ、本当に床敷きローです、うん、しかも2ロー2ローでしたね、2ローあるじゃん2ローでした。でなんかベッドちょっと寝室だね、エロい感じっていう。確かに義神家のベッドってちょっとエロベッドだよね。でしょあれ、だからそこでやっぱスイッチを切り替えさせる。だからまあちょっと本当にエロするんだったら寝室はもうセイナーで寝るための場所みたいな。まあ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 、まあ、感じかな。うん、はい、わかりました。わかった、はい、わかりました。まああとは普通にテトリス勝負したいかな。あ、いいよ、する、したい、いいよ。マジめっちゃ久しぶりにやるんだけどテトリス。最近またやってるかな。いや負けそう、マジで掘り込めちゃってるもんねあーん、あらまっていうのも持てないですから。ってなんかミサのためとかいうさ体でさ、うん、宅飲みとか開催すれば自分ちで。やだな、私人呼びたくないもん。ああ、そこ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 、うん、確かに多分こだわりが強すぎる、うん、自分はやっぱ呼んでったらこだわりって諦めていくから。うん、こんなコントローラーなの、あれ充電ないんじゃない。本当にちょっとして、ほんと男とゲームしてないよ私だ、してない、早くシーつけるだけ。はい、そこそこそこ、そういうめんどくさいって思う部分ね、もしこれが好きな男だったらさ、そんな、なあめんどくさいって言われたらやりづらくなるよ男も、ね、いいよ無理しなくてって言って気まずい関係で、あもう帰るねって、あの下着見せれない、余計ないからあれ見せる。エロいことをするってよりはあの下着を見せるっていうミッション、ね、ちょっとごめんなさいね、埃だらけで。まあいいよ、ホコリとか関係ないから本当ホコリもエロいものと思えるようになろう。うん、うん、オッケーオッケー、エロいものだと思うわ。よっしゃ、何人でやってんだよお前ってお前 3P でやってんだ、誰が来てんだよ。ウルセレクト最後の残してんだ。うん、あのバトルロワイヤルってドラマ見た方がいいよ。何それ。高校生の女子校、すごい品のいい女子高校生が合併して共学になるんだけど、うん、新しい校則で恋愛禁止なの。学校の外でも恋愛禁止なの。辛くねそれ。そうで、もしもそれがバレた時に退学なの、うん、あ、やべ、ミスった、あ、ミスった、お前だよ。あ、ミスった。お前さ、マジで。さ、こちらがね。最悪。マジでエナピーうまかったんだよな、これ。そう。感動した。本当に早すぎて。喋ってもらっていい。あの、すいませんけど。お前余計なことすんな。え弱っ。弱っ。すぎて笑った。マジでそんなもんなの、あんた。なんかね、弱いわ。やってんじゃないの。最近なんかまたやり始めただよね。なんでどうしたの、なんか悩みでもあるの、教えてよ。いや最近どう、何が充実してる、毎日かなりね。マジで羨ましい。本当にやばいちょっと本当に弱くない、どうした。弱すぎる。うん、どうした、どうした。ちょっとなんかやっぱこれかな、やっぱ俺いつも十字キーだからさ。じゃあいいの変えてあげるよ。いいのかい、右来て。いやどうやって変えるのこれ、コントローラー、うん、
みたいな。よし見せるか。あミスった。ちょっとそれミスりすぎてない？あーもう。あーあーちょっと、いや待って待って何してんの？わかんない俺も何してんの？死にしょうがない。弱すぎ弱すぎる。なんかスコアも私の半分ぐらいで。お前顔ちっさすぎやろ。マジマジやばい。楽しんだら私めちゃくちゃ引いて、ちょうど私の方がちょっとでかいぐらい。ああもういやちょ待って。いやまだいけるって。ねえハンってやめてくんない？一回話し合いしてるわ。また？ちなみにあのみんなが思ってるより本当に弱いこいつ。今ねびっくりしてる。本当にお話にならないんですけど。オッケーオッケー。ラストね。はい。はいはい。ああやばい。よし、本気出します。それ何回目マジで。あーもうちょっと待って待って待って。もう一回やり直そうじゃん。これラストだよ。はい。こう粘っていくっていうのがすっごい大事。これはこの戦いってね、どこまで粘れるかだから。あ、ミスった。ミスったっしょ。そのミスを狙って打ち込んでいく。そう、そういうこと。あー弱い、どうしよう。なんか上達してるの？いやでも本当やってないんだよ。ガチ？やってなくてやってるだけでしょ。うん。もう弱ち弱ち。はい。はい。おかしいでしょ。ゲームする方が時間長いっておかしいでしょ。ということで、はい。まあミュウの家にはね本当に男性の影がなく、はい。久々にテトリスをつけたら、うん。まあ前のスキピがやった8ヶ月前ぐらいのものが。うんうん、まだその画面に残ってるという悲しい結末でした、はい、悲しかったです。皆さんもねもうぜひこうならないようにしっかりと若いうちに遊んで、うん、ちょっと落ち着かないように頑張っていきましょう。みんなかっこいい女性になろうね。ということでこの動画が良かったらまたチャンネル登録グッドボタンコメントお待ちしております。次回の動画またお楽しみに。バイバイ。君が好き好きが止めらんない。